白獣解約の清水大河です。お願いします。今は、お笑い芸人の養成所に通ってます。もともと大学時代映画作ってまして、でその縁でちょっと高橋さんと出会うことができて、この白獣の出演に至りました。まあ大変な撮影だったと思いますよ。映像見てもらえば分かると思いますけど、まあやっぱ本物の役者さんって違うんだなっていうふうには、まあ一番に思いましたね。なんかもう声の出し方とか、なんか動き方が違ってて、まあ、もちろんその映画を撮らす、うちのサークルで映画を撮らせてもらうときは、その映画サークルの子たち、まあ、後輩だったり同級生だったり、まあ、たまには先輩なんかも使わせていただいたりしてたので、まあ、もちろん上手い人はすごく上手いんですけど、やっぱり役者っていう本、まあ、本業じゃないっていう、なりわいじゃないっていうのもあって、で本物の役者の方ってこんなにすぐ動けるんだなっていうふうに、こんなにセリフを覚えるの早いんだなっていうのにはちょっと本当に衝撃を受けましたね。なんか自分ももうちょっと頑張りたいなっていうか、このぐらいの人たちともっとやっていきたいなっていうふうには思いました。でやっぱ空港に着いた時はまだちょっとテンション高かったんですよね。なんか朝、まあ、朝ではあったんですけど、なんか北海道とか行くっていうのも久しぶりでしたし、なんか旅行自体もそんなに行ったことがなかったので、まあ、大学生になってからは。なんでまあもちろん北海道に行けるっていう嬉しさはありました。まあ要するにちょっと山を舐めていたんですよね、空港に着くまでは。北海道の空港に着いて、そこから宿まで、まあ、車で行かせていただいたんですよ、レンタカー使って。でまあその途中に多分森みたいなところがあって、そこで鹿が一頭いまして、あなんかやっぱ北海道ってすごいところだなって思って、まあ撮影初日を迎えたんですね。でまあ山に行きまして、でそのインストラクターって言ったらいいのかな、まあ、ツアーガイドの方って言ったらいいのかな、まあそういう人がなんか雪の中でも動けるようにスノーシューズを用意してくださって、なんかどんなのかなって思ってたら、あの小学4年生の生活か社会の授業で習った漢字みたいなやつが出てきましてあ懐かしいって思いましたね授業でやった昔の雪国の暮らしの授業でやったやつだって思いましたねでまあそのでそれを履いてちょっと雪をかき分けながら進んでいったんですけど、でそこであれでしたかね、なんかカメラがつかない、バイクがつかないだろう、なんかいろんなトラブルが重なりまして、これ撮影できるのかって思っていう空気がもうキャスト全員の中に漂ってたんですね。もう自分も正直あそこでお蔵入りを覚悟しましたよね、撮影作品自体のでまあ帰ったら、まあ夜ご飯食べようってなって、近くにお店ご飯屋さんが 2,3 軒あったんですね。でその中の一つのなんかカフェみたいなところに行かせていただいたんですけど、そこが地下にあるようなカフェだったんですよ。でその時たまたまアカデミー賞かなんか映画の賞でパラサイト半地下の家族が受賞するかしないかみたいなのをちょうどニュースでやってて、わ半地下だ半地下だパラサイトみたいだって、あの渋谷さんって方と盛り上がった記憶はありますね。でまあなんとかその1日目の撮影が終わりまして、で宿に戻ったんですよね。でまあその後まあやっぱ雪の中歩いたんで、まあ衣装とかびっしょびしょなんですよ。でもそれを乾かしたり干したり、まあお風呂入ったりで翌日の撮影の準備して、もろもろの準備で多分眠れたのが夜中の2時ぐらいだったと思うんですね。でその次の日に山頂で、どっかの山の山頂で撮影するってなって、4時起きって書いてあったんですよね、なんか旅のしおりみたいなやつになんかもう強豪野球部みたいなスケジュール組まされててでまあその車の中で待ってたんですけど、車の中からちょっと山頂の方見たら、まあ、明らかにもう撮影をしてるんですけど、なんか全員固まってないかなって思ったんですよ。あれ固まってるって思う。なんか全員山頂に行ったグループが身を寄せ合って固まってるような感じです。でも確認にもいけないんですよね。もうえ、これ大丈夫かなって思って。
で、そのまま、まあ、しばらく待ってたら、まあ、皆さん降りてきたんですけど、あれ?山頂に行ったメンバーと帰ってきたメンバー、一人数減ってないかなって思って。で、パッてもう一回その山の方見たら、渋谷さんっていう方が取り残されてまして。で、なんかもう、這うような感じで山を、渋谷さん、大丈夫ですかっていう。なんか川の中に入る、川の中に隠れるっていうようなシーンがあって、で、そこカメラ2台で撮影したんですけど、そのうちの1つを私が担当させてもらったんですね。で、とりあえずもう当然冬の川、しかも北海道の山中の当然冷たいじゃないですか、水温なんて。だからもうそこにはもう本当に気をつけてくれっていうふうに、まあ監督にも周りの皆さんにも言っていただいて、まあ、分かりましたって撮影に臨んだんですけど、カメラ構えてると、やっぱどうしてももともと大学で映画作ってたっていうのもあって、ここをこう撮りたいな、こう撮った方がいいかなと思って、自分なりにもまあいろいろ考えちゃって、もう結果もう完全に両足を川に沈めるような結果になりましたね。もう誰にも言ってなかったんですけど。寒かったですか？寒かったっすね、とにかく。もう本当に火しかもう暖を取れるような道具なかったんで。なんでも焚き火があって、本当に命拾いしたっていうか、本当にもうそのマリルの一員になれたというか、心から。マリルでしたっけ？マリルっていうか、なんだろう、ネスタリネスタコ。リコだ。あ、マリルって小の前の名前か。ネスタリコの一員にちゃんとなれましたね、あの時は。火で温まると死んじゃうって思ったんです、単純に。湖の隣でしたからね。そうですね。真隣で、真隣。風が大きく入ってきましたからね。で、しかもそこで寝るっていうシーンがありましたし、血吐くところが個人的に一番自信ありますね、演技として。なんかもう、なんかうまくカッっていう感じで吐けたんじゃないかなっていうふうに思います。自分の演技で押してるポイントはもうそこですね。帰りの空港で、まあ、ようやくその北海道らしいものをちゃんと食べられまして、スパ活みたいなの作ったんですけど、でも本当に撮影自体は結構大変でしたね。あんまりいなくないですか、北海道行って痩せて帰ってくる人ってあんまりいなくないですか。 まあでも本当に楽しかったです。ちゃんと両手両足指まだ5本ずつついてますし。 卵コインロッカーチャンネル登録よろしくお願いします。ごめんなさい、嘘です。